どうもバンです。今日は2号機を持ってきました。昨日ね、上昇しにくい問題が発生しました。で、この解決をテストするためにダウンスラストを調整してきました。具体的にはですね、機種を、ちょっと映しますね。ダウンスラストってそもそも何かって言ったら、ここの部分ですね。ここに、台座がありますでしょ。このワッシャーがね、ちょっと見えるかと思うんですけどね。今挟まってんのは、手前のビスにワッシャーが1枚挟まってます。これですけども、上のところに昨日は1枚ワッシャーが入ってたんですけども、それを抜きました。で、ちょっとね、このプロペラの取り付けが、上へ向いてます、昨日よりかはね。だからこの差がどう出るかですね。他の条件は全く一緒にします。これで上昇しにくい問題が多分解決するかどうかはまだわからないですけども、変化するのというふうに思われます。準備していきます。そうしましたら準備ができました。一応タイマーかけときます。3分です。で、カメラも一応録画スタートはします。で、他の条件は、ダウンスラストが変わっている以外一緒ですね。バッテリーが、昨日と一緒、650mAh 2セルです。残量は 99%。 それではテイクオフです。
はい、どうもです。いや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 、ワッシャー1枚でこんな変わるんですね。大成功だと思います。セッティング的には、上昇バッチリできました。しかも重いバッテリーですね。2セル 650mAh のバッテリーを積んで、難なく上昇できました。上昇しない問題はダウンスラストの付け付けが原因でした。カメラも積んで、バッチリ空撮もできたんではないかなというふうに思います。ただ、いろいろも他にも問題がありまして、ラダーを切った時に急旋回しすぎて、で失速気味になるんで、ラダーの機器角をちょっと弱めます、という変更をした後、バッテリー2本目いきます。それではバッテリー2本目いきます。他の条件は一緒ですね。ラダーの角度を70から50に変えました。あとそれから GPS 機関ポイントを微調整しました。機関後に旋回し続けられるように、20メートルぐらい南のところ、さらに15メートルぐらい東の方に移動させました。琵琶湖湖岸ギリギリのところのシンボルツリーの東側です。それではテイクオフです。
はい、どうもです。無事、飛行ができまして、よかったと思います。ただ、最初ちょっとね、上昇しにくかったですね。これは風向きの加減だと思います。追い風に一瞬なって、上昇しにくかったんだと思います。で、あと GPS 機関ポイントの微調整をしたんですけれども、GPS 機関した後に、旋回をし続けるというのはちょっとね、この場所が狭くて、やっぱり難しいですね。なので、手放しで、機関後 GPS 機関後に手放しで自動操縦というわけにはいかないです。なので機関したら速やかに自動操縦を解除してで、下ろすというふうにしたいと思います。はい、というわけで、フライトとしては成功かなというふうに思います。バッテリー3本目いくかどうかちょっと微妙なとこですね。450mAh のバッテリー持ってきてるんで、まあ、フライトしてもいいんですけどね、琵琶湖湖岸の方から、バッテリー軽くなって安全なんで、どうしようかなってとこですね。足元は忘れた。バッテリーコネクタをね、変更するの忘れてました。機体側が XT30 で、バッテリー側がね、JST コネクターです。これね、XT30 に統一しようと思ってね、忘れてましたね。ちなみにですね、余談ですけれども、こういうバッテリーのコネクタを交換するときに、ここの線ですね、ニッパーで切るときに1本ずつハンダ付けしないといけないです。2本一遍にやろうとするとですね、バッテリーがそもそも、使われているというか、ある状態でハンダ付けすることになるので非常に危険なんですね。そもそもここをニッパーで一辺に2つちょん切るもんならですね、発火します。ニッパー鉄でできてるんでね。だから1本ずつここ切って、でコネクタにつないでね、で意味わかります？手順としてはまずどっちか1本切るじゃないですか。で、切って、でもう1本面倒くさいからっていうんで、続けて切ったらですね、ダメなんですよ。もちろんできるっちゃできますよ。でも非常に危険です。だってむき出しのコードがね、2本この辺に並んでしまうことになるんでね。というわけで XT30 に、変更します、今後ね。こっちの方がね、やっぱり性能がいいみたいですね。金メッキで、しかも耐圧も高い、耐電流容量か、30A でね。でこっちは多分ね、30A もいかないですね。これね、調べてみたんですけども、数アンペアしか流せないみたいですね。まあ、見るからにね、弱そうな金メッキでもないですしね。というわけで、ここは非常に重要なポイントです。大電流が流れてね、飛行から帰ってきた直後は熱く、コードとかもちょっとほんのり熱いんですよ。ということはそこで電気がロスしてるってことですよね。なので今後は XT30 と XT60 の2つのコネクターに統一していこうというふうに思います。で統一するのに、このバッテリー側ですね、これを変更してくるのを忘れて3本目フライトができないで、本日ジエンドです。ではでは。